ここは製材所。なんかモンスターの声がするんだよね。あとでブラッドサッカーの巣窟に毒ガスばらまいた後、様子見てみようかな。物資があればそれだけでも文字。あれ、前脱出してきた時のとか、あれあった、ヘリ。あ、いて、ちょっと待て、ちょっ、うわー、最悪。うわー、なんかいろんなやつがいる。普通に来る場所間違ったわ。この沼地にヘリが落っこちてますと、なんかスタッシュも見えたからアイテムがあるのかもしんないけど、待って、なんか来た。で、あの土管、さっき見えた土管から、前ブラッドサッカーの巣窟から脱出してるから、後でここも見に来よう。そして、モンスターには常に警戒しないとな。ロード画面中の、なんかアドバイス項目みたいなもので、立ち止まるなって、極力。確かにその通りなんで、ちゃんと周囲に警戒しながら行動しましょうと。で、そう、ここ、ブラッドサッカーがたっぷりいた建物なんだけど、お、ひずめ。売れそうだから持ってこう。ガスボンベを設置しろ。換気装置。オッケー、ここに設置で、バールーブを回した。待機しろとかって、あっ、し、あっ、ちょっ、たくさん来た。待て、この待機しろって言うけどさ、毒ガスが多分発生すると思われるこの辺で待機してて大丈夫？やってみないと分かんない。ああもう再リスしたら今度は霧がすごいことになってるよ。はいはい。ほんで、待機しろとかって出たけど、私はね、逃げることにした。っていうか、この霧じゃねえ、ブラッドサッカー来られてるね。ぬっぬっぬっ、こいや。よし、でもスタミナ切れを起こした。どうだ、壊滅した。よーしよ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 し、これでたっぷり報酬がもらえるといいな。巣穴を壊滅させた後、
ストーカーたちの安全が確保された。されたのかな本当に。されたってことにしておこう。巣穴見に行ってみる？それはやめておくか。ヘリが落ちてるところを見に行きたい。でもあのヘリが落ちてた沼地、もうあの色からして汚染されてますよ感が半端ないけど、こんな装備で大丈夫か？よくないね、よくないね。これは無理だ。いやーこのゲーム最初のねメインミッションでもう墜落した5つのヘリの機体を調べろっていうタスクが発生するのに、その全て容易に探索に行けないという、そういう風になってるんだ。ちゃんとアイテムとか装備とかをしっかり整えてからお金も貯めつつ調査しろと。あ、そうだ、製材所見に行くか。戻る前に何らかのサブミッションで来ることにはなりそうな気がするけど、なんかね遠目でゾンビ兵が見えた気がするんだけど、気のせいだったかな。セーブしとこう。ん？なんか今光ったよね。お、ゾンビ兵くん？結構いる。あ、銃持ってるやつ、銃持ってるやつ、銃持ってるやつ。待って待って待って、いや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 ごめんなさい、ナメプしました。そう、あの弾もったいないから。ゾンビね、はい。地雷なんて持ってる。これはなんだ？ベーコン。食っちゃダメそうなベーコンゲット。あ、なんだろう今の。トンプソンっぽかった。あ、PPSH か。まあ、売っちゃうんだけど。何も持ってない？ハンドガンだけいただき。ああ、まだおる。これ、うまく切りかかれば、弾の節約。おっ。おっ。ああ。あ、一体相手にはこれが良かったかな。まあ、ナイフも、無限耐久ではないから。ぶっ壊れたらまた買わないといけないけど。武器もガンガン回収しちゃおう。銃を持っていないやつにはもうナイフでサクサクやっちゃうか。おっ、待って、結構いるじゃんまだ。なんだっけ、ナメプはダメだ。ナメプはで、しかも、もう回復アイテムがない。包帯はある。はい、また今度来よう。ん？なんか洞窟の入り口みたいなところが。この音は何？音的に火のアノマリだったけど、アノマリの音がする。この辺かなんか隠された洞窟あるっぽいな。うん、そりゃ装備がね潤ってりゃなんぼでも楽
探索に行きたいんだが、せっかく教えてもらったスタッシュもね、取れないしね、この辺建物燃えてるせいで。あれ、こんなところあったっけ。あ、全然違う方向に来てた。読めない、読めないけど、今不用意な探索はしない方がいい気がする。船に行く。そろそろ満単位の報酬でも欲しいな。ストーカーの危険をね、脅かしているブラッドサッカーを根こそぎ始末したんだから。もう疲れ切ってるよ。一掃したぞ。あー、しょっぱいな。ベレスタンチキってなんだろう。アーティファクト探知機か。前作前々作にもあったんだけど、今までしっかりと使ったことがないやつ。この世界のアーティファクトももちろん手に入れて装備可能なんだけど、装備するよりは売った方がいいらしい。まあそれお金がもらえるなら何だっていいんだけど。さあ、荷物整理だ。はい、いろいろ買い物したらまた金が減っちゃったけど、まあ今使ってる武器もね、完全にぶっ壊れるまでは使ってやろう。どうしよっかな。なんかパッと見、これのノアさん、あの、あれだ、多分この人も確かナンパ船にいた人で、突然発砲してきたりしたけど、事情を話したらちゃんとお話ししてくれて、そのヘリが墜落したあたりまでの経路を知ってるから、それを教えていただこうと。このスタッシュさっき見に行けばよかったな。うん、じゃあ、うん、これやっていこう。あ、でヘルメットはね、さっきもう装備してなかったし、装備したら、あのね、ぶっ壊れかけてるやつ装備したらむしろ視界不良になるから、もう売っ払った。この辺の人はもう仕事は特にくれないのかな。邪魔者呼ばわりもされるし、お話をしただけ。キメラでいいのかな。ゴンタにバーで午前3時に会え。午前3時、そんな都合よく、ああ、まあ寝ればいいだけの話なんだけど、寝たらね、腹減りが腹減りするから寝たくないんだよな。今特にあくびもしてないし、まあ、また汚染されていない飯は買い足したんだけど、自分で飯を作るっていうのもな、コスパがいいのかいまいち分かんないんだよな。だって飯作るのにもね、モンスターの肉を用意したり、燃料を用意したり、ライター用意したり、いろいろ必要なものが発生するし、それだけ重量も食うし、あと汚染されてる肉をね、焼いたからって汚染が完全になくなるとかそういうわけではなくて、ある程度食べれるようになるっていうだけだから、お金を貯めて汚染されていない飯をショップから買う方がいいのかもしれない。とりあえずノアに会いに行く。
めちゃくちゃ大雨だけど、今度はアイコンタクトで撃ってきたりはしないよな、ノアさん。大丈夫だよね。パッと見入り口だって分かんないんだよな。違うが、この野郎。前は待ったろ。お前は、お前はじゃない。いやー、案内してください。炎の道を通り抜ける必要がある。ゾーンはやすやすとあんたを導くことはない。はい。まあね、装備は別に大した変わってない。まあ防具が変わったぐらいか。いいですよ、行こう。あ、本当に燃えてる音がする。これ大丈夫？後に続けてか。あ、はいはいはい。なんか炎の道。お、なんだ。姿が消えたぞ。これだよね、焼け跡の場所。待って、今の真似していけって言うけど、そう簡単に行くかこれ。あっつ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 。待って、これここはまっすぐ行ってたよな。わかった。これは、ある程度無理やりに、ダメージを受けながらも、向こうへ渡らないといけない。ほっ。全然足りない。あと少し。あと少しだった。あとちょいでいける。ふっ。お、おわ。待って待って、できてない、できてない。今はね、もう死体になった状態であの周りに突っ込めたっていうあれだよ。いやー、惜しかった。あ、走ったら普通に行けるな。はい。ああ。お、来れた。あー、なんとか。もっといい装備買っとけやってことだったのかな。あんなのね、しゃがんだって何したってね、ダメージ受けずに進める経路なんてありやしなかったし。ここもすごいな。で、ちょっとライトつけるか。バッテリーを消費。こういうところになんかアーティファクトがあったりすんのかな。ヘリがあったよ。
何もいないね。Так, данные с бортового. Ага. У ската 3 отказали оба двигателя. Так. Что тут у нас еще? Карта и на ней отметки предположительных точек эвакуации. B2, B28, B205. Интересно. Шоуса шаберунда. Окей, кирок салетеру читен га аримашта то. ヘリコプターの一つから見つけた地図には緊急避難地点が示してあった。兵隊が B2 地点に行ったのを確認しろ。ああ、この機体を運転していた兵士とかが死んだわけではないのかな、みんな。地点が記録されてる。オッケー、戻るか。今時間はまだ8時前か。これなんか下っちゃうのはもったいない気がしなくもないんだけど、この辺もう何もないよな。通り道だし、スタッシュ調査だけして帰るか。